今回は変わった場所に住む一気に対する質問スレを4本紹介します。1本目のスレは2022年9月に建てられたスレです。西成に住んでるけど質問ある？鎌ヶ崎愛林地区あたりに住んでる。めったくない。今は空気も綺麗になったかな。以前は小便臭かった。あとゴムとか焚き火するから目は痛かったかな。焚き出し美味しい。年に一度は大手ホテルが炊き出しに参加して、普通のレストランみたいな炊き出しあるよ。日雇いですか？いえ、普通に働いてます。山木行ったことある？あるよ。昔は軽トラで移動販売してたんだぜ。100円のお好み焼きみたいのとか美味しい。キャベツ焼きみたいなあれだな。うまいよ。大黒町に住んでたからない。人情ある？人情はあるが悪いやつ、癖のあるやつが多い。職場でも一人はいるような変わったやつが集まってる街みたいな。出身は？大阪だよ。一回西成で安宿泊まったら布団がせんべいみたいにぺったんこだったよ。西成の安宿はみんな同じか？それはドヤの中でもちょっとランクしたかな。当たり外れはある。せんべい布団が多いかな。ベッドの部屋ならふかふかだったりする。居酒屋で覚醒剤売ってる？覚醒剤売るなみたいな看板はそこらにあるね。多分客同士が勝手に売買してたと思う。大阪の他の地域で生まれて西成に移住したん？まあもともと大阪市内に住んでたから家賃安いとこに決めたら西成だったみたいな。なんで未だに西成に住んでいるのですか？住みやすいよ。交通の便もすごく良いし、どこでも行ける。愛林地区以外は普通の街。満州恵子って実在するの？いるよ。いつも歌は歌ってる。その辺歩いてる時は普通のおばちゃん。でも昔からはいなかったな。最近だな。西成で何の仕事してんの？普通に会社勤めだよ。金ない時は現金行ってた。難波屋外転する前くらいはたまに行ってたんだけどな。お、詳しいね。今は商店街の中にあるね。YouTube でたまに見る。浜ちゃんとうるさいおばはんとか有名なん？愛林地区の中でも活動範囲というかコミュニティみたいなのがあって有名は有名。ただ、同じ愛林地区でも知らない人は全く知らないと思う。人とは関わらないようにしてる。やっぱり反社の人は多いの？元、反社の人は多いかな。現役もいるけど、小指ない人とか入れ墨のおじいちゃんとか多い。西成のほとんどの飲み屋が出禁のあのおばさんに会ったことある？あるよ、満州恵子。普段でもあんな感じだよ。歌はすごいね、声がでかい。西成住民はあの星野リゾートに対してなんか思うところあったりするの？いやー、建てる前はテレビとか宣伝してたけど、そんなに期待してなかったんじゃないかな。それより観光客、海外の人が戻ってきてほしいと思うよ。大阪市内出身なのにわざわざ西成に住むってのも面白いね。家賃の安さ以外に理由があんのかな。そうだねー、ほんと住めば普通だよ。めっちゃ交通良いし、西成ってだけであの辺の地域のイメージ持たれるけど。20年でだいぶ変わったよな。鉄みたいな格好したおっさんや黄色いスーツ着たおっさんも見かけない。変わったねー。昔は男でも一人で歩くのは怖かった。今は女の子が普通に歩いてるからねー。そういう暴動があった世代は高齢者になってきたんだね。半年前まで大黒町住んでたよ。徒歩1分で西成。住所書くときに西成は抵抗あるけど安いとこ住みたいみたいな理由で選んだ。おお、なんとなくわかる。 JR 新今宮の高架またいだあたりかな。確かに住所はもろ西成なるからな。駅のカメラの数に驚いた。防犯カメラかな。他県はそんなにないのかな。危険な目にあったことは？変なやつとかはめっちゃ絡まれたりあるけど、危険な目はないかな。上にも書いたけど、むちゃくちゃやってた暴動世代はみんな、おじいだからねー。あの時代は本当にヤバかったと思う。飛び田新地の城はマジで可愛いってみんな言うけど、そんなレベル高いんですね。飛び田新地行ったことある？気持ちよかった？あるよ。城は可愛いけど15分とかだよ。楽しみたいなら普通の風俗がいい。まあ写真じゃなくて実物が座ってるから好みで選べるのは良い。500円のタチンボババアとか本当にいんの？いやー、あんなのはいないね。昔はいたのか知らんけど。次は2018年12月に建てられた渋谷センター街に住む一致に対する質問スレです。渋谷センター街と徒歩5分に住んでるけど質問ある？羨ましい。うるさそう、汚そう。チームアオル？徒歩5分も離れれば平気だよ。単語の意味すら知らなかったわ。死後じゃね。センター街でバイトしてるから殺したい。家賃いくら？金持ちのボンボンなんか？95,000円。男子大学生。三重以外そんなとこに住む理由がない。金の使い方間違えてるで。東京に住むのがステータスと感じてる時点で勝手マインド。仕送りいくら？面積どのくらい？15万。1K6 畳やで。構造は？何階建ての何階部分？設備は？管理会社は？センター街すぐでメリットってすぐ連れ込めることくらいやろ。うるさいし虫もネズミも出そうだし。この前へついて行っていいすかでもあったな。センター街近くに住んでるおっちゃん。さすがに風呂トイレ共通じゃないよね。普通のマンション。2階。設備？教えない。道玄坂にでも住んでるんか。なんでそこ住んでんの？センター街好きなん？まあ家のすぐそばがラブホ密集地帯なんだがな。センター街やないけど飲み屋街の近くに住んどった時は、道端で酔いつぶれとるお姉さん連れ込みまくってたわ。ネズミ多そう。ネズミはたまに死んでるな。開運青山墓地に住め。
渋谷のそんな立地で10万以下なんてあるんか。建物古いん。青学やろ。たまり場になってそうやな。丸山にでも住んでんの？青学とは駅挟んで反対方向やな。渋谷はない。そこに住んでる大学生活とか低学歴しかいないでしょ。平均的な高学歴税民は本郷に住むよね。国学院かよ。日本経済大学？4年間通えるベストな立地は半蔵門線沿いだと思うわ。ワインチは新宿三丁目駅から徒歩15分やわ。騒がしくて嫌にならん。ホームレス定期。夜近づかなければ問題ないぞ。ワイは新宿御苑のすぐそばに住みたいわ。あそこらへんほんますこ。でも夜、超怖くない？そこ住めるんなら池尻大橋とか三軒茶屋の方が100倍住みやすいぞ。ワイもセンター街から徒歩5分なんやけど、どの辺？ナンパスポット教えてくれ。センター街の入り口。池尻大橋はガチで考えたけど、まあ家賃1、2万安いくらいしかメリットなかったし。その値段だと道玄坂やろ。あそこヤクザ多いから気をつけるんやぜ。センター街とかヤプヤン、バスケットボールストリートやぞ。そこに住んでなんか利点あった？いろいろ便利。ワイおよび8万人、住民の見物。とりあえず10万ちょうだい。ワイも元消防や人なんか寄ってたぜ。今引っ越して大山やけど。丸山町のラブホ密集地帯か。なるほどな。ワイは NHK ホールよりやわ。センター街の隣に中央街あるけど、どっちがセンターなの？東大か？で、羨ましくもなんともないんやけど、一地は渋谷に住むことにステータスを感じるかっぺか何かなんかな。30年弱ずっとこの土地に住んどるから、一地みたいな子供見てると微笑ましい表情になってまうわ。新鮮はいっぱいバーや飲み屋あるからすこ。センター街は大嫌いや。ヤクルトファンなら便利やな。ワイも昔に桜ヶ丘に住んでたわ。夜にチャリで徘徊するの好きだった。確かに神奈川出身のカッペだけど、ステータスから選ぶなら港区千代田区文京区中央区とかじゃないの。単に利便性で選んだわ。ルザンクとか古民家のとことか行ったことあるけど、しっくりこなかったな。六本木と西新宿と道玄坂に住んでわかったことは、繁華街は住む場所ではないいうことや。羨ましい。言うとるのはヤプヤは。すごいええとこ住んでてんな。あの辺りほんまもんの高級住宅地やからな。ステータスと思ってないならこんなすれたてんやろ。便利で羨ましいってことなんだけど、渋谷に住めるってすごいと思うわ。あんなわけわからん若者が山ほど来る街にワイは住まれへん。もっと静かな街じゃないと落ち着かん。そうかは今池尻大橋住みやけど、渋谷なんて死んでも住みたくないわ。神奈川とかほんまに勝手やん。利便性で選ぶなら普通は吉祥寺とか中野選ぶやろ。渋谷に住んでる俺かっこいいアピールしたかっただけやろ。どうせほんましょうもないクソガキやな。すまんかったな。道玄坂のラブホに挟まれたマンションに住んどったけど、若者より何しとるかわからん静かな輩が常に身近におることの方がよっぽどしんどいで。それはセンター街近くに住まないと得られない便利さなのか。センター街の近くだからこんないいことがあったって自慢するならわかるが、センター街の近くに住んでることしか自慢しないってことは、あんまいいことなかったんだろ。新鮮で10万以下で住めるんやな。意外や。そりゃ交通の便はええやろうけど、東大生やったら進級したら文京区に移った方が暮らしやすそうやな。本郷のファイヤーハウスっていうハンバーガー屋さんうまいで、まだあるかどうかわからんけど。調子乗ってすみませんでした。センター街外人多すぎて怖くね。家賃10万はやばいな。ワイは1万や。そういうところがカッペソウル丸出しやねんな。ほんまは神奈川出身すらも嘘で佐賀とかあたりから出てきたんちゃうのかと疑ってしまうわ。強くに15万って自分を厳しい環境に置きたかったんか。周囲が何してるかわからんのが怖かったら、東京やったら普通の住宅街でも住まれへんやん。どこか一箇所にがっちり定住して近所付き合いするしかないで。まあ結婚したら自動的にそうなるんやろうけど。客観的に未定職の選択肢が多いのは便利じゃないかな。センター街徒歩5分より、中目徒歩5分のが良くない？別に。中目黒もいつの間にかオシャレタウンみたいな扱いになっててビビるわ。三茶のがええやろ。でもあの辺住みやすいやん。どこにでも出やすいし。ただ駅前のでかい道路が雰囲気ぶち壊しな感じはするな。今は結婚して名古屋で商売しとるから安泰やで。道玄坂のマンションは何しとるかわからんレベルやなくて、絶対やったらあかんことやっとるようなやつがうようよおったんよ。ワイも同類やから思われとったんやろけど。でかい築6畳のゴミみたいな部屋住むために10万弱も払わなあかんのか。ワイの家の部屋3万ぐらいで誰かに貸そうかな。池尻大橋、公務員住宅多いから死ぬほど住みやすいぞ。ここはじわったらもう引っ越せないレベル。わざわざ歩くこともなく駅裏がまさにそれやん。渋谷ごときで生きてる貧乏人がいると聞いて思わず書き込んでもうたわ。赤坂六本木麻布十番四郎クラスに住んでから書き込めよ。ちなわい麻布十番やが。君、もしかしたら外資系証券マン？大学生の頃あの辺りよく行ったが、確かに住み心地良さそうだったな。そりゃ家賃も高くなるわと納得したわ。六本木ドンキの真裏に住んどったけど、あんな場所誇る場所ちゃうで。ナンパしぐらいやろそこ住みたいの。ここでスレは終了しています。次は2016年11月に建てられたスレです。駅から徒歩1分っていうか、駅の上に住んでるけど質問ある？特定されない範囲で。そんでそう、どういう経緯でそこに住むようになったんや？秘伝家やから音がうるさいらしい。ワイは都内なんでセーフ。普通に学やんけ。そんなに高くなかったし、ええかなって。欠点なさそう。
買い物しやすそうやな。あと無駄に金かかりそうや。鳩かツバメかな？地下鉄駅の上とかじゃなくて、地上もしくは高架駅の上でってこと？家賃はいくらくらいなんや？便利って怖いな。バス停で駅から住宅街へ帰る群れを見て勝利の余韻に浸ってしまう。九州のマンションか。都内の90系です。野生動物ですら温泉できるのにお前らと来たら。どうしてもホームレスしか想像できないんだが。都内って23区？八王子か立川か？23区だお有名路線だお。駅ビルみたいなもんか。東村山しか知らんわ。都心まで意外と遠いし満員電車は辛かろう。電車来るたびにガタガタしてそう。今時の電車は本当に静かだわ。騒音、揺れ全く問題ないんですわ。23区内ならうまく入れてよかったな。正直な話、羨ましいわ。うちは静かで住みやすいけど、バスや印駅の乗り継ぎがな。電車が静かじゃなくて、駅マンションの構造が振動伝わりにくくしてるんちゃうか？家賃以外完全敗北すぎて言葉が出んわ。どうやって見つけたんや？バスは時間にルーズなとこあるよな田舎ちゃうで。ご近所付き合いはもちろん皆無。ゴミステーションは超綺麗。山手線内、外、広さはどんなもんなん？7畳の 1K やで。ちな、不動産は駅直結は進めてこんからな。自分で切り出すんやで。電話はダメ。それはいい情報を聞いた。交通寸断時のリスクも減るしな。深夜タクシーで〇〇駅お願いしますって言うと、タクシーの兄ちゃんは必ずさ、ってなる。ええな、店もいっぱいあって便利やろしな。都心やけどそんなに大きな駅ちゃうで。お店も24時間はほとんどない居酒屋くらい。あるいは手ぶらだとこいつ何者？ホームレス？あるいは寝カフェか？って思われるんかな？駅って言われるとそうかもな。普通はそういうところに住んでないしな。鹿島田ちゃう？あそこの駅直結ビル群下に病院寿司牛丼コンビニ津田屋なんでも揃っててグーラ山。都内って書いてあるで。住みたい駅ピンポイントならそれは確かに難点やな。Y は大正駅の近く不動産で、あそこの賃貸って扱ってますか？矢印どこで扱っているかわからないですか？ってはしごしてたらたどり着いた。ような必死さよ。住みかには命をかけて頑張ろう。不動産なんて暇人なんやからいろいろ雑談絡めて情報引きずり出してやれよ。よくわからないの一点張り奴は素直に諦めよう。日暮里とか北千住とか？日暮里はともかく北千住は住むとこなかったはず。山手線は高すぎて話にならんレベル。世の中いろんな物件があるもんや。不動産は互いに別の不動産の情報持っとるからな頑張るんやで。もうないんかな？雨やけど出かけるでレッツ神保町仕事。言える範囲で駅名教えてくれメンス。前に丸の内に住んでるとか言うて、住居層のないビルからの写真を証拠にしてたやつがおったな。でかいビルのオーナールームか何かなんやろ適当。トランプみたいなもんや。ツバメかな？おわホームレス。ここですれは終了しています。駅直結は家賃が高そうですよね。最後は2021年8月に建てられたスレです。離島に住んでるけど質問ある？離島の中ではそこそこ人住んでる方やが。好きな日本ハムのコーチは？ちょっと羨ましい。どこ？パチンコ屋ある？景色みたい。誰がおるかすら知らん。離島の中では大きめのとこ。何個かある。何軒？ギスリ。さっき離島行ってきたんやけど、暮らしは全然違うのに若者がスマホでやってることは大体インスタでおもろいよな。ネットってすごいわ。ワイサドがしますに。マックもねえセブンもねえ。釣りする？奄美か。自然遺産おめでとう。ワイも離島住民を。行きの勝本やろ。西日本とだけ。違う。海ならある。まあ娯楽ないからね。どの辺行ってたんや？肉売ってないの？物価は？売ってるで。物価は本土と大して変わらんと思う。通販で追加料金取られそう。おきかよ。玉木宏がたまに来るよな。島流しされた人の末裔。どこや？会いに行ったるわ。福江の高浜か。福江島や。ようわかったな。よく舞台になってるけどエロゲみたいな女の子いるの？おらんやろな。休日は何してるの？ネトフリかなんじゃい。インターネットなかったら死ぬ。平田クワガタ取れる？虫詳しくないから知らん。佐渡島に見せないとか嘘やろ？ちょっとした県くらいの大きさあるやろ確か。人口どんくらい？4万弱。風俗とかないん？あるわけない。仕事何してるん？手取りは？公務員で転勤や。人少ないとこってやっぱ近所付き合いとかせなあかんのか？わいはよそ者やがそれですらした方がいい。ってのはある。以上になります。皆さんが住みたくなるような場所はありましたか？